ラス・ヘビベは、デンマーク・オーフス出身のプロサッカー選手。元デンマーク代表。アルス・ベンス・カン・イフック・ヨーテボリ所属。ポジションはフォワード。オーフス GF のアカデミー出身。ユースチームではキャプテンを務めたこともある。2005年8月に、クラブとプロ契約を交わした。ディビジョン12006-07シーズン最終節のホブロア IK 戦で、プロデビュー。2008年12月。 出場機会を求めディビジョン2の FC フィンに移籍。2010年2月、ディビジョン1に所属する FC ベストシェラーに7月の移籍内定が発表された。2011年12月、スーペルリーガのスナユスケに移籍。2013年6月、スウェーデンのイフックヨーテボリに移籍。2014年シーズンは、全公式戦36試合で29ゴールと大爆発。 チームの2ーフィニッシュに貢献し、自身もリーグ得点王を獲得した。この活躍から2014年のデンマーク最優秀選手賞にノミネートされたが、トッテナムホットスパー FC のクリスティアン・エリクセンが受賞した。2015年7月、チャンピオンシップのブレント・フォード FC に130万ユーロで移籍。2015-16シーズン開幕戦の イプスウィッチタウン FC 戦で移籍後初出場。在籍3シーズンでリーグ戦94試合出場、36得点と活躍した。2018年2月10日、中国サッカースーパーリーグの長春、値属級クラブに移籍した。移籍金は非公開。2019年4月3日、1年契約で衣服用手ボりに復帰した。クラブでは、 センターフォワードとしてプレーしているが、代表戦ではウィングを務めることも多い。2012年8月、ソナーリュースケでの活躍が評価され、デンマーク代表に初招集された。2014年9月の親善試合、トルコ戦で初キャップ。4日後の UEFA ユーロ2016予選、アルメニア戦にも出場した。翌月の同予選、アルバニア戦で初ゴール。 2016年6月には、キリンカップサッカー2016参加メンバーとして来日したが、負傷のため出場しなかった。2016年8月、リオオリンピックにオーバーエイジ枠で参加、チームキャプテンを務めた。4試合に出場し、準々決勝でナイジェリアに敗れた。ありがとうございます。